倒れる状態よ。ダメですか？今最初だけだろ。ちょっと。いやお前決まったかもしれない。あでも初戦も負けてんじゃん。うちに勝っただけじゃん。うわうちかうちゴミみたいなゴミで。マッチメイク戻ったら。とあれ増田さん。なんだろうこの補充選手のなんだろうこのなんだろう。さん。なんだろうあのこの補充。若いし、タクト前です。本当。あ本当に？めっちゃ若いじゃん。めっちゃ若い。いやそれでいいそれでいい。あのどんどんおじさん居場所なくなっていっちゃうんですけど、長谷にスカイピングだけは楽しいんですけど、若返りがねちょっと早いだ、シーマに合いそうな人だね。あ、早く勝負しろ。いやー、サクライシュ、イヤーライボー、あの左利きっていうのがいいよね。まだ気づかないよしかも小猿2時間やってからさ、いやすごいわ、落ち着いてるし、いやライボー、踏みライボー、踏みライボー、なんかねゴール前にね迫る回数が本当に増えたよね、うん、多い多い、迫力あるんですよねやっぱ、そうもう徐々に精神的に押し込まれてる、あの、ね、シュートバンバン打たれるとね、そうそうそう、引くよね、どうしてもこう引いてますよね、下がらないとって思っちゃうから押し込まれちゃうんだよね、気持ち的に。そこは逆にやっぱ主導権争いじゃないですか。そうそうそう、主導権争いで負けちゃうんだよね。負けじとやっぱ行かないと。そう、気持ちなんだよね。でもな。そこはやっぱあれじゃないですか、あの年齢的なものが。そうそうそう。うん、
もも頑張れ。戻る。ああ早いわ。いやー逆。いいボール、ナイシュー。よくいった。なんでタックライン際からあそこに蹴れんのよ。あの腰、どんだけ腰が回るんだよ。腰がね、違うね。180度ぐらい腰回っちゃってんじゃん。腰が違うわ。あー。2-2。多分2-2じゃないですかね、今。え、同点？多分。そう、ネイジは先制点取って、シーマが2点取り返して今だから、多分2-2ですね。今何対何？ 2-2 じゃない。2-2か。最初先制点取られたでしょ、うん、そうだよ、2-2。またあの、さっきの試合みたいに。うわぁ、来た来た来た。これはねぇ、あご愛嬌ご愛嬌。惜しかった惜しかった、うん、主導権、あれ主導権争いでね、うん、ネジボール5m いいね。おお、入ってない。うまい。あトラップが、あの角度きますね、あれは。あそこに打てるっていう、ね、そうもう得意な形なんだろうね、あれ。あそこに、そうナイスキーパーじゃん今の。デルピエロゾーンの逆バージョン。いやプレアプレア。これは次に1点入るかどうか、うん、見てる分にはとても楽しい、うん、やりたくないけど。いやでもうちらって結構惜しかったじゃないですか。最新の部下から、ね、そう、うちらもあの相手ボールになったら長くなるのはしょうがないよ。取った時どう頑張るか、ね、そう耐えて、熱いよあれはでもあれなんですよね、ボールちゃんと取れればファウルじゃないんですよね。なんか YouTube の F リーグの試合とか見たらバンバンスライディングしてるから、なんか心配はすぐ言うんだよね、なんか今のはなんとか。あ、そうなんですか、うん、あ、OK、今のはダメみたいな。今は足元に深く入らなきゃ問題ないと。終了。どうでしょう、ラストアップ行ってみて。あれ行った？